皆さんこんにちは、ぜんちゃんです。というわけでお久しぶりでございます。動画の投稿頻度がかなり落ちてたんですけど、私ですね、先週1週間胃腸炎でダウンしてました。後でちょっと詳しく話していこうかなと思うんですけど、高熱だったり腹痛だったりで本当にちょっと作業ができないぐらいね、結構体調悪かったので、ちょっと動画投稿ね止まってしまってたんですけど、完全に復活したので、また今日からね頑張っていきたいなと思います。というわけで胃腸炎から復帰する一発目の動画がイチローセレクションということで、待望のねイチローセレクションが登場してます。ラインナップだったり能力はね事前に紹介されてたんですけど、かなりね豪華なメンツになっているので、今回これをね90連回していこうかなと思います。あとは10連プレゼントスカウトが来たり、イベントが対決カーニバルのイチロー編ということで、これ前回来たやつですね、同じやつが来ていて S ランク OB 契約書のイチローセレクションももらえます。あとはミキサーとかも登場してますよということで、早速ねラインナップ見ていきましょう。さあまずはヤクルト金田さんです。9位スタミナが86の同値ということでステータスお化けですね。で球種は、3球種なんですけど、ドロップカーブ2球種で変化量も大きいしね、ストレートも158キロということで、結構リアタイでも、見かけるピッチャーになってます。特能が超剛速球奪三振回キレということで、リアタイでね結構強いし、レジェンド投手なんですけど、100% 必要かと言われると、ぶっちゃけそうではないのでね、当たったらラッキーぐらいかなと思ってもらえれば、大丈夫かなと思います。続いて阪神は下級さんです。弾道がアーチスト、ミートパワーが82の A 同値ということで、リーグオーダーでもね使いやすいですし、守備もね結構いいんですよ。あと1適性が高ければサード B にね特殊で乗せれたんですけど、相変わらず67止まりということで、特能が超広角アーティスト界存在感です。やっぱ広角アーチね、現環境もちろん強いですし、左のサードではね掛布さん最強だと思うんで、左信者の方は取っておいた方がいいのかなとは思います。そして巨人が王さんです。もう言わずと知れたアーティストですね。パワーも89と、最大ですし、守備能力もね特殊をすると B に乗せれるということで、貴重なファースト B に乗せれるアーティストです。特殊能力はね言うて強くないんですけど、本当に使用感抜群の選手で、やっぱり守備もいいっていうのがね使いやすいポイントになってくるんで、ファーストは王さんがね結構一強だなと個人的には思ってます。続いてカープ野村健次郎さんです。トリプル3をね達成した年なので、ミートパワー走力どれも高いですし、守備能力もねかなり安定しています。特能でアベレージヒッターも持っていますし、結構使いやすいと思いますね。左打ちが好きな、ショートを探している方は結構おすすめできるかなとは思うんですけど、正直ね、現環境ラインドライブのが強いんで、OB で出てくるかはわからないんですけど、鳥谷さんが出てきたらワンチャン鳥谷さんの方が、今の環境は強いかもしれないです。ただね能力的に言って文句のないステータスになっているので、野村健次郎さんね左好きの方にはかなりおすすめできるかなと思います。そしてなんと中日バージョンの松坂さんです。今後ね中日バージョンの松坂さん出てくる保証がないので、欲しい方はね今のうちに取ってた方がいいのかなと思います。もちろんね西武の方がステータスは高いんですけど、球種はねこっちの方がリアタイに向いているんで、中日純正の方は結構取ってね置いた方がいい方、多いのかなと思います。そして横浜は大魔神こと佐々木さんです。相変わらずのフォーク2球種で超存在感が強いんですよね。3点差以内っていう限定条件なんですけど、ミートパワーを10と下げるんで、かなりリアタイでも重宝されるピッチャーです。そして今回唯一の初登場ふくらさんです。弾道が中弾道、ミートが80ということで完全ミート型です。特徴したら、セカンド適性 B に乗せることできますし、特能がチャンスメーカー選球眼かいぶし銀と、結構渋い特殊能力してますね。オリックス純正だったら結構使い道あるかなっていう能力だと思うので、そうですね純正向けだとは思います。続いてロッテヒルマンです。制球スタミナが A 同値、球威も A に乗せれますしね、球種はリアタイには向いてないんですけど、特能は結構強いね。ただ特能強いだけじゃ抑えれないんで、もう完全にリーグ向けのピッチャーになっています。楽天はアンドリュー・ジョーンズです。ジョーンズね結構面白い能力してて、適性はいいなのに裏捨てめっちゃ高いっていうね、もう何とも言えない守備能力になってます。裏捨ては本当に文句ないんですけど、さすがにね適性は範囲が狭すぎるんで、守らせるのはねおすすめできません。特能が選球眼20丸、パワー控え初級と、特能全部出れば元のステータス結構上げれるかなとは思うので、そうですねやっぱでも楽天純正向けのピッチャーじゃない野手には、なっているのかなとは思います。そしてホークスが城島さんです。ミートパワー A 同値ということで結構貴重なね、キャッチャーでデフォルト A の同値の選手になっています。特殊でね、キャッチャー適性に乗せることできますし、特能がね、チャンスに変わってるんですよ。まあ、ちょっとしたね、変化の差なんですけど、結構使いやすくなってると思うんで、まあ、前のシリーズよりは断然ね、使い勝手はいいのかなとは思います。そして日ハムが張本さんです。弾道が高弾道でミートが88、打撃能力に関しては申し分ないねステータスになっています。ただ守備能力がねちょっと低すぎるので守らせるのはおすすめしません。特能は阿部比広角チャンスということで、本当にね打撃能力は申し分ないんですよ。もう DH か代打専門の選手になってくると思うので、左が好きな方はね結構使用感はいいのかなとは思います。そして最後が秋山浩二さんです。まあ、査定としてね変更するんじゃないかと期待されてたんですけど、まあ、いつも通りの能力になっています。パワー総力が84の A 同値で、センター適性 A で特殊能力がパワー比プル比盗塁ということで、まあ、秋山さんの弱点がですね、まあ、プル比ももちろんそうなんですけど、ミートがねもともと低いのにミートが上がる特能がないっていうことなんですよ。なんで秋山さんね本当に魅力的な選手なんですけど、ちょっとプロスピではね使いづらいっていうのが正直あります。それではイチローセレクションね引いていきたいなと思うんですけど、狙いの選手を挙げておくと金田さんと掛布さん、まあ、王さんがね一番欲しいかな。で野村健次郎さんも使ってみたいし、まあ、あとは普通に大魔神と一応ね昼間も継承できるんですよね。まあ、あとは普通に自チームの城島さん、張本さんかな、ここら辺が狙いになってきます。でイチローセレクションじゃなくてね、まずはプレゼントスカウトを引けるんで、まあ、軽く運試し程度で引いていって、さあ演出スキップしたんですけど、もしかしたら2枚引きの可能性が出てきました。結構演出あったんで多分2枚引きじゃないかな。あんまりねここで2枚引きするよりもイチローセレクションの方で2枚引きしたいんですが、あ違うかな、あやっぱ来るよね来るよね。さあ鈴木大地さんと、おお連続楽天ガチャかな。てなわけで S ランク引いちゃったんですが、まあ、こっちでもね引けることを祈って引いていきます。一応90連で今回はとどめておこうかなと思うんですけど、いや本当にね王さんがダントツで欲しい。いやぶっちゃけ王さんさえ取れれば、まあ、他誰でもいいっていうレベルかな。なんでもう王さん1点で狙っております。まあ、今回ね新規が福良さんだけということで、まあ、結構継承できる人もいると思うんですよ。で自分もその1人でほとんどの選手継承できるんで、まあ、そういった意味では、まあ、あまり A ランクとかはね考えなくていいんでやりやすいんですけど、いやーマジでね胃腸炎きつかったです。人生で初めてなったんですけど、最初ほんと高熱だったんですよ。まあ時期的にねやっぱこのご時世、最初コロナかインフルかなと思って検査受けに行ったんですけど、どっちも陰性で、ただやっぱ自分の体ってやっぱ自分が一番分かってるから、多分普通の風邪ではないなっていう確信はあったんですよ。でお医者さんにね、まあ普通の風邪だと思いますって言われて、いや多分違うけど、まあでも陰性だしそうなのかなと思って、まあ、熱が下がったら次腹痛とかねそっち系の症状が出だして、あなるほどそっちかっていうことで、もう一回病院に行って胃腸炎とね診断されました。いや本当に何もできなかったし、土日にねプロの研修会があったんですけど、それにもね参加できなかったんで結構最悪でしたね。まあ唯一まあなんていうかな、研修会だったからまだ良かったというか、ペナント中じゃなくて本当に良かったなというか、来週じゃないな、11月からねペナント始まるんで、そこでは絶対体調崩さないようにちょっと調整していこうかなと、思っております。ということで30連です。さあまず最初の1人は誰かということで、まあ、狙いは半分以上いるんでね、とりあえず狙いの選手だったら嬉しいです。いきましょう30連目、よっしゃい、胃腸炎からの復帰祝いと思っておきます。そんなピンポイントで王さん引ける？もう勝ちなんだけど、王さん引けたらもうあと欲しいのはやっぱ掛布さんかな。2番目の C の掛布さんで、まあ、3番目が城島さんかな。ここの2人を、次はね主に狙っていきます。まあ、張本さんでも全然嬉しいかな。いやまさかドンピシャで引けるとは思ってなかったから、いやよかった。おっと王さん取れなかったらどうしようって悩んでたんで、いや王さん取れた時点でもう勝ち組ですね。もうあと1年間ぐらいは多分ずっとファースト王さんが続きます。もうそれくらい強いんで、さあ王さんを手に入れたのはいいんですけど、さすがにね90連も引くんだから確定外で1回ぐらいは引いておきたいなと思っているんですが、演出的に渋すぎる気がするんでなんか来ない気がする。さあ60連目いきましょう。2回目の確定、いや王さん引けたから本当に掛布さん引ければもう正直イチローセレクションは言うことなしかな。まあ11月もねアニバとか控えてますし、またダルビッシュセレクションもね、今後11月か12月かわからないんですけど来ると思うんで、ダルセレもまた豪華だろうな。ダルセレに関してはね、もう絶対に新しいダルさんをね獲得しないといけないんで、また狙いの選手が増えるんですよね。さあマジで確定外から来ねえな。さあ A ランクは来たけどということで最後いきたいと思います。さあ2回目の確定、うおっと張本さん、いやかなり引きがいいぞ。ちゃんと狙いの選手を引き当てている。ちゃんとロックして、さあ残り30連、張本さん王さん取れてるんで掛布さん欲しい。掛布さんマジで打ちやすいですからね。OB 第1弾が、右バッター多かったと思うんですけど、ここが左バッターが多いんでね、左バッター信者の方からすると結構今回のガチャは、補強ポイントなのかなと思います。マジで確定外から来る気しねえんだけど、もう確定外もうほぼ早送りじゃね。それではあと20連ですね。一応イベントで累計の S ランクもらえるんで、一応そこでもチャンスがあります。さあマジで確定外から1回も来ねえ。本当にプレゼントスカウトじゃなくてこっちで確定外来てほしかった。いや、いらんとこで運使ったな。それではラストいきます。もうほんと確定外から引けなかったんで、いや確定外から引けない分、しっかり確定でね、狙いの選手引けてるんで、もうここで、掛布さん、城島さん、あとは金田さんかな、ここら辺を引いて、ビシッと終わりたいと思います。量より質、これ大事です。やっぱ生きていく上で量より質っていうのはね、大事な要素になってくるんで、もう今回は質を極めて終わります。さあ絶対に2枚引きじゃない演出なんで、2枚引きとかいう淡い期待は捨てて、もう最後の一発で勝負かけます。ということで最後いきましょう。狙い的には12分の3かな。いきます、来い。おおヒルマンか。